中国のエースが誹謗中傷を受けているようだ。11月21日に開催された北10枚ワールドカップアジア2次予選の第2戦で中国代表は韓国をホームに迎え0-3で敗れた。動画中国が激怒した韓国代表孫ミンのポーズ。この一戦で物議を醸しているのが韓国の首相孫ミンのゴールセレブレーションだ。 11分に先制点となる PK を決めると、中国スタンドに向かって、口に人差し指を当てる、黙れポーズ、をしたのだ。中国の FW ウーレイは観客を挑発するような行動を不快に思ったようで、孫憤民に駆け寄って叱責するようなシーンもあった。それが要因なのだろう。試合後、ウーレイの公式インスタグラムには、次のような心ないコメントが書き込まれている。このクソ猫コ 中国は韓国には勝てない。お前はプロとしてプレーしているのか孫ミンはお前が誰であるかさえ知らない。お前の国のファンを教育しろ。引退しろ。お前のプレーは退屈だ。中国はゴミのようなアマチュアチームだ。中国メディア、テンセントは、韓国のネチズンがウーレイのインスタグラムに殺到し、ウーレイと中国代表を嘲笑する悪意のあるメッセージを残した、と伝えている。 厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。